7.92X33mm、クルツ弾とは、第二次世界大戦中のナツスドイツで開発された、小銃用実砲である。7.9mm クルツ、7.9mMK、8X33 パルトなどの名称でも知られる。本弾薬は、新型の自動式カービン銃のために設計されたもので、ある。小銃用の 7.92X57mm。 モーゼル弾と拳銃用の 9X19mm パラベラム弾の中間にあたる銃弾として開発された。ドイツ国防軍では、銃弾に正式名を与える際、しばしば後継を省略した。7.92X33mm クルツ弾は、M43 拳銃用実砲 M43 拳銃弾などと呼ばれており、 STG-44 が開発された後には43年式、短小弾と呼ばれていた。第一次世界大戦における不評の戦闘を戦中、戦後、分析したドイツ陸軍は、その戦闘のほとんどが400メートル以下で行われていること、当時の主力小銃とその弾薬はこれに対して過剰であることを理解していた。また、第一次世界大戦は、 自動火器が発達し、機関銃や短機関銃も投入されるようになったが、当時の重機関銃は個人で扱うには重すぎ、短機関銃は射程などの面で小銃を置き換える装備にはならないこと、フルオート射撃による面制圧が可能な不評用の新たな火器が必要なことも理解していた。既存の小銃用弾薬と拳銃用弾薬の中間的な弾薬があればこれらの問題を、 解決できる火器が作れること、またこのような弾薬があれば、資源の節約と、不評個人の傾向弾薬数も増やせることも、理解していたドイツ陸軍は、第一次世界大戦後に、新たな弾薬の開発に乗り出すことになった。しかし計画は、当時のベルサイユ条約による、軍備制限と、インフレによる予算の関係もあり、父として進まなかったが1920年代に、 入るといくつかの試作弾薬と従来の重機を改造した試験用の重機が作られ、細々とテストが行われていた。1938年にポルテ社は従来の 7.92X57mm 弾の全長をほぼそのまま短くしたような形状の弾薬を作り出した。 これは、従来の製造検査用の機器やジグ類の大半が、流用可能な特徴を持ち、ドイツ陸軍は、この診断薬を暫定的に生産するとともに、これを用いる、新たな銃器を模索することになる。そして新たな思想に基づく、小銃、騎兵銃、短期間銃を置き換え可能な火器である MK、MKB42 の開発と合わせて旅重なる、消火量が加えられ、 1942年に正式化されたのが本弾薬である。本弾薬はドイツ国防軍の正式小銃であるカル98、キロや MG34 など各種の機関銃で使用されていた 8mm モーゼル弾と同じ光景であった。ドイツ空軍では空軍総司令官ヘルマン・ゲーリングの命令を受け FG42 という 8mm モーゼル弾を使用する。 フルオート射撃可能な自動小銃を正式化し、高化両兵向けに少数製造していた。しかし 8mm モーゼル弾の反動は強力で、FG42 を要求された用途において、効率的に運用することは、極めて難しかった。この弾薬に要求されたのは、短期間銃と小銃の間を埋めるための、軽量小型な小銃でも使用できる銃弾であった。 8mm モーゼル弾より薬莢を 24mm 短縮して 33mm となったクルツ弾は 8mm モーゼル弾よりも反動は抑えられ典型的な不評戦闘距離とされる 300m 以内で射撃する際には非常に有効な銃弾となったこれは機関銃などよりも軽量な銃器から発射された際に 9X19mm パラベラム弾よりも長い 有効射程と初速、ストッピングパワーを備えることが意図されている。第二次世界大戦後期には、真鍮が不足していたため、クルツダンには、スチール製薬卿が使用された。スチールは、真鍮よりも弾性に欠けており、薬卿の抽出を困難にしていたため、クルツダンの薬卿には、通常の8ト、mm、ル弾よりも強く、テーパーがかかっていた。このため、 クルツダン用の弾装は特徴的に湾曲したものとなっている。スチール製薬卿は通常、腐食を防ぐためにラッカーでコーティングされていた。1943年10月、GWZF4 照準機装備の MP43 を構えるドイツ兵クルツダン及びその関連重機の開発に先立ち、通常の不評症重種には2種類の基本的な 消火器が与えられていた。当時世界各国で最も標準的な軍用重機でもあったボルトアクション式小銃は良好な精度とストッピングパワーを備えていたが、一方で即射性は非常に限られていた。また、第一次世界大戦から戦艦機にかけて発展した短期艦銃は高い即射性と携帯性を備えていたが、 短期間銃で用いられる 9mm 弾などの拳銃弾は射程が短くまたストッピングパワーでも劣っていた。クルツ弾は従来の小銃実砲ほどの射程や精度は期待できなかったがそれも 300m 以内の戦闘では大きな問題とはならなかった。比較的小型の銃弾を高い速射性のもとに連射することで不評戦闘における 必要十分な射程の中で、極めて高いストッピングパワーを実現したのである。クルーツ弾は、後のアサルトライフルのための重要な一歩であった。この銃弾を使用した銃器は、決して多くはなく、よく知られているのは、STG-44、STG-45、国民突撃銃などの銃器である。その他、 何種類かのドイツ製試作重機で用いられたのに加え、突撃銃という新しい種類の火器に興味を持った各国が、クルーツ弾をそのまま用いたり、あるいはわずかに改造を加えるなどして、自国の突撃銃開発に利用した。また、数は不明ながら対戦末期には、G43 自動小銃の一部が、クルツ弾及び ST、STG44 用弾装を使用できるように、 改造されていたという。国民突撃隊向けに生産された、急増小銃 VK98 の派生型には、モーゼル社及びステアーによって、同様の改造が施されたものがあるが、製造数は不明である。1955年、東ドイツのノイストレリッツ市でパレードを行うドイツ、人民警察部隊。 STG-44 は1960年代まで使用された第二次世界大戦後、1940年代後半から1950年代初期にかけ、本弾薬はアルゼンチンやベルギーなどにより試作小銃の試験でしばしば使用された。北、大西洋条約機構が組織される頃に製造された FN フルの最初期試作型は、クルツ弾を射撃するものだった。 また、ドイツ民主共和国、チェコスロバキア、エジプトなどは、戦後も STG44 などを使用し、クルツ弾の製造を続けていた。さらに、スペインでは、ドイツより逃れてきたモーゼル社の技術陣によって、開発が続行され、幾種類かの派生型が生み出された。栄光弾、ボートテール形状の銃弾、鉛の玉角を持ち、全長が、 わずかに短い銃弾などである。これらの開発は、スペイン軍のカルソダバイオ中佐の主導による。しかし計画は中止され、その後スペインで設計された、セトメライフルは 7.62X51mm、ナトダ弾を使用した。ユーゴスラビアなど、東欧諸国が、アフリカの角や中東諸国の非正規軍組織を、対象に行った、軍事援助には、接収した。 ドイツ製兵器も多々含まれており、STG44 は、レバノンの民兵組織で、まだ使用されているとされる。また、ドイツの銃器メーカーハザ、クルムバッハ社では、民間向けに、STG44 や、国民突撃銃などのクローン銃を販売しており、銃弾の需要は依然として存在している。このため、現在でも、セルビアのパービーパルチザン社や、 アメリカのホーネディ社などによって、クルツ弾の製造が続けられている。ABGTZ、ハンス、リーター、大ドイチェンミリタジーワヤウントモスチャイニーニョピストルン。 1871から1945、モーターバッチバーラグ、ISBN978 から3から879433506、http://books.google.com/.books, id, イコール、X キロナナススクオーカジ、ハット AB ミリタリースモールアームスオブザエンティースセンチュリー、2000倍 &V ホッグジョンエスウィークス、 ページ221243から245407ハットバーンズフランクシーマクファーソン ML、エドカートリッジズオブザワールド DBI ブックスピアニッシモ294 311 ISBN 0から8734 9 1 7 8ーハットエビスモールアームスレビューボリューム7ナンバー4ジャニュアリー2004 スモールアームズレビューリファーズ、ツーディスカートリジオンリーアズ 7.92X33mm、クルツ・ハット・エビ・ジェーンズ・ガンズ・リコグニション・ガイド、イアン・ホッグテリー・ガンダー、ハーパーコリンズ・パブリッシャーズ、2005、ページ287リファーズ、ツーディスカートリジオンリーアズ 7.92X33mm、クルツ・ハット・エビ・バーインズ。フランク・シー、マクファーソン、 ML ED o, of the World, Books, issimo, 4, 11,、エド、カートリッジズ・オブ・ザ・ワールド、DBI ブックス、ピアニッシモ、二百九十四、三百十一、ISBN 零から八七三四九一七八五、カートリッジズ・オブ・ザ・ワールド、リファーズ、ツーディスカートリッジオンリーアズ七点九二 X 三十三ミリメートル、クルツハットエビー、コップ、ドクターカルロ、オリジンズ・オブ・ザ・ソルトライフル、ディフェンス・トゥ・デイ。 ピアニッシモ74、74-75 ht、http コロンスラッシュスラッシュ www.ausairpower.net スラッシュ dt-ms-ar-1007.pdf1000、dt ms ar PDF 1000ピーター・アール・ザ・ジャーマン・アサルト・ライフル19、1935-1945、パラディン・プレス、ボールダー、コロ、1987ハット・ワルター、ジョン。 ガンズオブザサードライヒ、グリーンヒルブックス、ロンドンスタックポールブックス、ペンシルベニア、2003、ザ・スパニッシュクルーツ、クロース・エスパホルト、DK、2011年12月5日閲覧、レバニーズフォーセスウェブサイト、LEBANESEFORCES.COM、2011年12月5日閲覧、ありがとうございます。